結果以外は仏教と妙なのに瞑想する際の裏法。よしとは足の甲のこと。てとは足を交差させ。かとは反対の足の太ももの上に乗せること。したがって足を結果伏して座ることを言う。結果伏さは足を結んだ形をしているのが特徴である。片足を結ぶ上下で起床はゴーマザーと呼び、その意味も異なる。なお足を結んだ形ではなく両足を重ねる座り方をハンカフザーと言う。仏教における最も尊い座り方であり、両足を組み合わせ両ももの上に乗せるものである。如来坐像では必ずこの座り方が用いられています。本来座禅師の座り方として行われたものである。